夫は末っ子次男で、長男は夫より6歳上。間に長女。私たちが結婚した時は、義兄も義姉も結婚してて孫もいた。義兄は結婚と同時に同居。義姉の夫は、転勤族で義実家にあまりほとんど来ない。後で分かったけど、義姉は実親を嫌ってた。男尊女卑が乙女で、義姉は極潰し扱いだったようだ。乙女が可愛がって大事にしてたのは義兄だけ。義兄嫁は元から無口なんだろうけど、乙女の理不尽な要求にも黙って従う感じだった。その義兄嫁が、二人の子供連れて家出した。家出して、すぐ弁護士を通して離婚請求。乙女のあたふたも見物だったけど、家族会議と、義姉や私たち夫婦が呼ばれた時に、義姉が言った。私は嫁さんの味方する。どれだけ嫁さんをいじっていたか、裁判になったら言ってやる。兄さんもいじられてるって知ってたよね。知ってて、自分がいい子でいたいから。ほっといたんでしょ。嫁さんがおとなしいからと言いたい放題、やりたい放題だった。私がひどいと言ったら、嫁に言ったお前は他人だ。人の家に口を挟むな。と言ったよね。自分の都合が悪くなると、親子だから助けろですか。弟嫁さん。あなた、どう思う？突然、話振られて、私は、あたふたして、本音言ってしまいました。え、乙女さんたちって、すごい意地悪と。あ、そんなに乙女さんを知ってるわけでないけど、すぐ怒鳴るし、義兄嫁さんかわいそう。あ、私、悪口言ってるかな。あの、こんな人たちと一緒に暮らせないと思ったりして。言えば言うほど、混乱で本音がボロボロ。乙女は、怒り狂って私を怒鳴り、乙女は、もっと怒って、私をグーで殴る。夫が私を殴った乙女を殴りで、修羅場になりました。義姉さんが鼻血出して、呆然としてる私に。よく言った。こういう人たちなのよ。兄さんも、少しは目が覚めたらいいと思うけど。裁判では敵対するってことでいいわよね。夫くん。お父さんも年なんだからほっときなさい。殴られたから、どうしたこうしたとうるさくなるだけよ。肝心の義兄は、最初から最後までだんまり。夫と乙のバトルも口開けて見てただけ。義姉さんに惚れてしまう。乙女が、義姉を一度だけ褒めたことがあった。あの子は頭が良かった。女でなかったら、大学まで行かせたのに。女で頭いいのはろくなもんでない。あ、褒めてないな。